電池パネル見学用広場にある展望台見学者用発電量表示パネル福山太陽光発電所は広島県福山市美濃木町にある中国電力の太陽光発電所。福山市の港湾地区に建設された太陽光発電所であり、2011年12月1日に運転を開始した中国電力発のメガソーラー発電所である。 約320メートル140メートルの約4万5000平方メートルの敷地に1万6544枚の太陽電池パネルが敷き詰められ、出力は3000キロワット。年間発電量は約368万キロワットアワーであり、一般家庭の約1000世帯の年間使用電力量に相当する。建設にあたっては環境への配慮から鉱物油が用いられた。 通常の変圧器ではなく菜種油を絶縁油に用いた環境調和型変圧器を採用。PR 施設などの建設にもコンクリートを硬化させるときに二酸化炭素を吸収させる特殊な混和剤を材料とした環境配慮型コンクリートを使用している。発電所前には見学用広場が設置されているほか、デジタル表示板にて現在の出力とその日の発電量を表示している。 発電状況は公式サイトでも見ることができる。AB 中国電力福山太陽光発電所、中国地方発メガソーラー広島 m s n 産経ニュース。ありがとうございます。